はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、どんなお話をさせていただくかというと、3ヶ月で10キロ運動なしで健康的に痩せられる方法というお話をさせていただければと思います。はい、この動画をいつもご覧になっていただいているあなたはですね、お分かりになるかと思うんですけども、もちろんですね、ファスティングを使ってという方法になります。はい、ファスティングを使うことによって、運動なしで痩せられますし、かつ健康的に痩せられるという方法になります。ファスティングをすることによってですね、脂肪燃焼が起こります。脂肪燃焼が起こることによって痩せられるということもありますし、かつですね、健康的に痩せられるという方法になります。はい、ファスティングというのはもともとですね、体質改善、デトックスですよね。デトックスすることによって脂肪燃焼をしてですね、脂肪の中に溶け込んでいる、悪いものっていうとですね、ちょっとざっくり言い過ぎなので、脂肪の中に溶け込んでいる脂肪毒ですね、重金属だったり、あとはですね、石油由来の農薬だったり、食品添加物だったり、そういったものが脂肪の中に溶け込んでしまっているので、脂肪を燃やさないと悪いものっていうのはなかなか出てこないんですね。いつも脂肪っていうのは日常生活ではなかなか燃えづらいものになりますから、しっかりですね、ファスティングで脂肪燃焼を起こすことによって、悪いものをデトックスする。で、脂肪燃焼をすることによって、ダイエットにもなりますよねというような方法になります。はい、そこでですね、運動をしてでもですね、有酸素運動をすることによっても脂肪燃焼っていうのは起こるんですけども、ファスティングで起こるですね、脂肪燃焼というのは、100倍起こるというふうに言われているんですね。これはなぜ100倍かというと、ケトン体という物質がですね、脂肪燃焼を起こることによって分泌されます。その分泌されるケトン体の値がですね、有酸素運動よりもですね、100倍起こっているというふうにですね、数字で出ていますので、100倍脂肪燃焼起こるんですよっていうふうに言われています。はい、でここでですね、3ヶ月で10キロっていうのがポイントになるんですね。よくですね、だいたいファスティング3日間でですね、3キロ、ダイエットすることができるんですけども、10日間でですね、10キロ痩せたいんですっていうふうに言われることが、たまにあるんですね。10キロ痩せたいから10日間ですね、ファスティングをすれば痩せるんじゃないですかっていうふうに、よく言われます。確かにですね、10日間をですね、ファスティングをすると10キロですね、10キロ近く痩せられる方、いらっしゃいます。はい、計算上ですね、それは可能なんですけども、実は私がですね、3ヶ月といったのはすごく重要なんですね。はい、重要なんです。3ヶ月というのは、3ヶ月間でですね、こう10キロ痩せられた方が、その後リバウンドとかもですね、起こりづらいですし、体にもですね、負担がかからない痩せ方になるんですね。はい、これはですね、どんな意味があるかというと、体にはですね、生体恒常性というですね、機能があるんですね。生体恒常性です。生体恒常性、生体恒常性、これで恒常性、おそらくこれで字合ってると思うんですけど、生体恒常性、ちょっと色が薄いですけどね、ホメオスタシスというですね、言葉があります。ホメオスタシス、はい、これはですね、どんな意味があるかというと、人間の体というのはですね、その状態を維持しようというふうに考えるんですね。維持しようというふうにですね、体の機能という働きとしてですね、あるんです。生体恒常性、例えば血圧とか体温をですね、維持しよう、体の状態を維持しようというですね、機能がですね、人間の体には備わっているんですね。なので急激に10キロですね、ファスティングで10日間で痩せたとしてもですね、このホメオスタシスというですね、働いてしまってですね、こう戻そうっていう風にしちゃったりするんですね。だったらですね、ファスティングをですね、だいたい3日間をですね、3回よりもですね、私は5日間をお勧めするんですけども、なぜ5日間という風になると、3日目から脂肪燃焼が起こるわけです。3日目から脂肪燃焼が起こりますから、5日間することによって、3日目、4日目、5日目という形で、約ですね、平均5キロ、少なくともですね、3、4キロは痩せることができるんですね。なので、5日間のファスティングをまず1回していただくことによって、3、4キロですね、
平均で痩せることができます。多い方は5キロくらい痩せられるんですけども、そこで生体向上性っていうのが働いてですね、少しこう戻そうとすることがあるんですね。なのでそこでまた1ヶ月後ですね、ファスティングをしていただくことによって、またですね、まあ、3、4キロ多くて5キロ痩せます。そこでまたですね、その状態に少し戻そうというふうにしますから、またですねファスティング3回行うんですね。3回行うことによって約ですね10キロ近く痩せることができます。でそこでこのホメオスタシスというのは面白くてですね、3ヶ月間ですね体をですね置くことによって、体っていうのはそれが普通だというふうに考えるようになるんですね。はい、ホメオスタシスのですねこの生体向上性を逆にまた利用してあげるんですね。3ヶ月間その状態が維持できればですね、体はその状態が普通だと思うようになるんです。なので痩せられた状態っていうのをですね、まあ、3ヶ月間でファスティングをすることによって、そのファスティングした後の状態が、まあ、通常だというふうに考えるようになるんですね。はい、そういったものを利用していただくことによって、まあ、10日間のファスティングで10キロ痩せられるよりもですね、まあ、5日間のファスティングを3回連続で行うことによってですね、しっかり10キロ以上痩せることができますから、そこで生体向上性という機能が、まあ、働いてですね、その状態が普通だというふうにですね考えるようになります。はい、そこで維持できる、リバウンドなしでですねその状態を維持できるようになるんですね。はい、まあ、いい意味で生体向上性を利用するという形ですね。といったところで、まあ、3ヶ月間で10キロ痩せる、まあ、10キロ痩せたければ一気に痩せるんじゃなくって、ファスティングでですね段階的に痩せるようにですねしていただくといいと思います。はい、まあ、10キロ3ヶ月で痩せるっていうのもすごいスピードなんですけども、でもですね一気に10日間で痩せずに3ヶ月間のスパンをですね使って痩せていただくと、まあ、運動もせずに健康的にですね、まあ、脂肪燃焼ですから筋肉を減らすっていうことはしないでですね、脂肪だけ燃やして10キロ痩せるっていうことがですねできるようになります。もしですねファスティングにご興味がある方はですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですねご覧になっていただければと思います。またですね質問等あればホームページよりしていただければと思います。はい、またですね今後とも、ファスティングのですね関するヒントだったりアイデアもですねお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね3ヶ月10キロ運動なしで健康的に痩せられる方法というお話をさせていただきました。では失礼いたします。